言った通りで。そう斜めに打った方が引くと顔が動きやすい。下半身。そうよくだったよくだったよくだった。うん、うん、そういうことそういうことそういうこと。あ、こっちの受け方うまいな。それだと全然顔がさっきみたいになんかめちゃめちゃ大きくない動きがで。あとはその逆の方。逆も。逆やで、ね、右ももに乗せる。そう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 、それぐらいそれぐらいそれぐらい。で、さっき教えたみたいに左、右、真ん中とかって感じで。そうそうそう、そういうことそそううういことそう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 、うまい。 あんまり状態を入れすぎん方がいい。肩を入れすぎん方がいい。うん。そう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 。太もも、太ももももからももみたいな。それは合ってる。で、あとはそっちやね。そっちを斜め下。うん、そ,うそうそうそう。右ストレートが打ちやすい体勢。ああ、そう,そうそうそう。で、左、真ん中ね。ダッキングの場合は、左手でも右手でも打ちやすいやん。真ん中やから。しゃがんで、起き上がるとき左でも右でも打てるやんな。はい、うん。で、左の、 こっちに避けるときやったら、ジャブか、左フックか、打ちやすい体勢やな、今やったら。うん。で、あとは、この右に避ける場合が、右アッパーとか、右ストレートとか、右系統のパンチが、打ちやすい体勢やったら、いいよってことだよね。うん。はい、じゃあ行きますよ。じゃあこっちが行きます。ぼー、普通に行くからね、顔に。それ自分の好きな方向で避ける。はい、もう一回。いいよ。まあ、避けるだけでも、攻撃だけできるけどいいけど。はい。おおいいね、いいね。そうそうそう。動きだいぶ小っちゃくなった。 ああ、そう,そうそうそう。今、下半身取るで、ね。ああ、今ちょっと入れすぎ。顔が動い、て動きすぎ。今もちょっと顔がひねりすぎ。うん。下半身で動いてるときは、顔このまんまで、なんか、そう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 。そうで、だんだんこの顎に手が寄ってきたね。しっかり、そう,そう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 。で、こう。うん、そうそう。小さくなってきた。うん。そんな感じ、そんな感じ。いいよ。そう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 ,そう。 そう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 。そういう感じ。そういう感じ。で、あとはなくてもあってもやりましょう。そうそう。で、だんだんこうなってるからね、手が。そうそうそう。しっかりそういう感じ、そういう感じ。うん。そうそうそう。そういうふう、そういうふう。うん。そんな感じ、そんな感じ。ああ、いい感じ。あとジャブで攻撃。ジャブで攻撃した後、どうするって、みたいな。そうそう、来るっていう動作。で、そっち。うん。そっちばっかりじゃないからね。そっちばっかり避けとると今度読まれるから。逆も、逆も、うん、真ん中でもいいし、そっちにやってストレートでもいいよ。ん、ん、<laughs> 何やった そういうこと、そういうこと、そういうこと。そういうこと、そういうこと。うん。その避け方さ、そのよけ方。それでいいよ。それやったらめちゃめちゃうまかった。うん、そう。ほとんど、ほとんど動いてないもん。さっきのジャブ打って、そういうこと、そういうこと。もう一回ジャブ、ジャブ打ってみて、じゃあ。はい、来た。ほら、避けれてるよ避けてるよ、さっきの。うん。そういうこと、そういうこと。そうそうそう、それぐらいの、ほんと小さいけど、もう全然そっちの方が、全くやられそう。攻撃されそう。ああで、今度、ジャブをこっちで避けて、 左ジャンプとか。そう,そう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 。全然、さっきより動き全然小さいよ。うまいうまい。そういうことそういうことそういうことそうと。うん。後で動画見てみや。これすごいよ。